楽しみだね。楽しみだね。今日大丈夫？大丈夫。今からあのバレエ教室に初めての体験っていうことで、あ、こっちの方来られた。先生こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、今日からの。あ、はい。よろしくお願いします。うん、そうだよな。はい。うん。よろしくお願いします。うん、あ、どうもよろしくお願いします。あ、あの一応あの語学院なんですけど、はい、親御さんの前でも私子供に甘くしたりしないんで。はい。うん。分かっていただきます。わかりました。うん。うん、そうだよな。はい。うん、まずは座ったまんまで挨拶するのは違うよな。ポーズマンじゃねえよそれ。よろしくお願いします。ああ、立って一礼。はい。よろしくお願いしますだよな。はい。うん、やり直し、もう一回行く。まっちゃん大丈夫？大丈夫。こんにちは、よろしくお願いします。あ、よろしく。よろしくお願いします。正解。まっちゃんです、よろしくお願いします。あ、よろしく。うん、いくつ？9歳です、今年で。あ、9歳か。はい。バレーボール、バレーボールはやったことある？はい、家でも練習したことない。まあでも家のバレーボールと一緒にされちゃ困るんだけどな。はい。よし、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。うん、その前に、このクラブチームのメンバーっていうことを、はい、あの認めたという証でヘアバンド。ありがとうございます。よし、行くぞー。はい。あ？はい。返事つかないぞ。はい。うん、もっといけるよ。はい。おっ、はい。うん、体勢が違うな。うん、そうだそうだそうだ。かかと上げてごらん。かかと、うん。同じ動きしろよ。かかとほら。そうそうそう。いや、ヘラヘラいらない。はい。口開けない、下かるぞ。はい、うん、行くぞ。行くぞ。目標30。はい。えい。2。3。4。えい。うまいな。はい。8。はい。甘えたな。はい。今甘えたな。はい、ごめんなさい。なんでいかなかった？やってくれると思います。そうだよな。はい。人がやってくれるのが当たり前か。違います。違うな。はい。うん、まずは自分から、必ず自分から。はい、行動をとる。そう、行動が全てだ。話分かってんな。はい。アグリ。ありがとうございます。よし、行くぞ。はい。へい。へい。し。甘えんな、甘えんな。いけたぞ。ごめんなさい。今いけたぞ。はい。もう一回行こう。よし、行くぞ。はい。あ？はい。よし、行くぞ。えい。3。4。5。6。いけるいけるいける。甘えたな。頑張れ。うん。前田さん、ちょっと黙ってて。あ、はい。すいません。今、子供、成長中だから。黙ってて。うん。すいません。今ね、何が起こったか分かるか。はい。はい、じゃない。何が起こったか分かるか。自分で行かなかったし、うん。あの、ボールが動く。動く想像をできてなかった。うーん、そうだな。うん、そうだな。うん、うん、そうだな。うん、どっか行っちゃったらボール。はい。うん、その後の行動がちょっと良くなかったっちゃ良くなかった。はい。うん、あれどこ行ったってなってたから。はい。うん、そう気をつけよう。はい。うん、腕立て2回一緒にやる。はい、行くぞ。はい。せーの、1。はい。2。よし、行く。うん、いいか。常にボールの動きを予測する。はい。うん、いい。ボールの落下点に素早く入る。はい。そのための自分。違う違う違う、自分じゃない。これでやってやって。そのための何？そのための自分じゃないって。体。そう、うん、行くぞ。はい。1、2、3、4。よし、甘えた、ごめん。俺が甘えた、ごめん。行くぞ。はい。はい。2。はい。あ、はい、ごめんなさい。あー、ちょっとそれ、まっちゃん、それ危ないな。ごめん、それどかしてもらって。はい、お願いします。よしよし、行くぞ。はい。はい。はい、どっから来る？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 わかんないぞ、わかんないぞ。はい。はい。おい、どうしたどうしたどうした。諦めんな。いけるよ。ん？いけるよ。あ、諦めんな。はーい。うん、いや、そのいい、長い返事はいらない。はーい。違う。ふざけてんのか？はい。帰ってもらうぞ。Yes。 うん、端的に。あ、端的に。あ、ちょ、あのね、生返事すればいいってもんじゃないんだぞ。自分を信じろ。 Yes。 行くぞ。クリスマス。クリスマス。はぁ、ごめんなさい。ごめん。行くぞ。はい。えい。2、3、4、5、6、7、8、9。あはは、呼び取れてなかったです。ごめん。2、3、4、5、6、7、8、9、10。あー、惜しい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 
めっちゃいい雰囲気になってる。雨だ。はい。ドリフみたいじゃん。雨だ。はい。楽しいは重要。はい。でもそれよりも大事なことがある。なんだ。心。まあそうだな。それもだし、もう一個重要なことがある。ボール。違う。体。真剣さ。はーい。うん、真剣さありきの楽しい。はい。真面目に不真面目。解決ずるい。違う。そういうこと言っていいんだよ。あのね、上半身しか動いてないの。こうじゃない。へい。へい。おっとっと。立てるか立てるか。よっしゃよく立った。そう。人生転ぶこと何回もあるぞ。はい。うん。そのたんびに立ち上がることが大事。はい。まあ、一旦水分補給、水飲んでおいで。はい。すっごい頑張られる子ですね。はい。親御さんすごいですね。なんかすごい自信に満ち溢れてる子ですね。はい。家でなんか気をつけてることとかって結構あるんですか。いや、特にないです。あ、本当ですか。はい。すっごいあの子。よろしくお願いします。はい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 。行くぞ。はい。にゃにゃ笑うの。はい。真剣そう。はい。一個失敗しました、うん、その後どう考える？その間違えたところ生かそうと思います。うん、本当に考えてるか。考えてません。そうだよな。はい。うん、一個失敗したらさ、はい、なんでその失敗をしたのか考えて、はい、それをアップデートしていかなきゃじゃん。例えば上から打ってしまってボールが下に落ちました、うん、ならどうすればいいですか？下から打つ。その通りな。はい。うん、で、下からボールを打つにはどうすればいい？遠いところのボール取れる？動く。そう、なるべく早く動いてボールの落下点に行く必要があるよね。はい。じゃあそのために何が必要？足とか体が必要。そうだよな。まっすぐピーンって立ってます。それでいけますか？こうかかとを上げて、あの腰をちょっとだけ曲げないと動きます。うん、そこまで考えてやってみよう。はい。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20。おお、すごい。22 23 24 25 26 27 29 30 30。よし、はい、最後座って。これで、今日の授業は終わりです。授業？ありがとうございました。はい。どうだった？習い事を始めたら、もしかしたらこういうコーチに出会うかもしれないんだけど。あ、どう、やれそう？うん。習い事なんかしたい？いや、特に。山の神を凝らしたらダメだよ。山の神を凝らしたらダメだよ。山の神を凝らしたら怖い怖いぞ。